なんかさ、そんなね、ん。俺たちが音楽すごい盛り上がってるし、仲間もさ、活発だったじゃない？それと裏腹にさ、大阪フェルナンデスがさ、おー。ねえ。破産申請？倒産？事あれ実さ、上。大阪フェルナンデスと東京のフェルナンデスどういう違感じうの。なあのね、の？平たく言うと、フェルナンデスが、の大阪支社が独立した感じ？ああ、そうだったの。あうん、みたいよ。れ、ゾウさん作ってるの？どっちなんだ？どっちだろうね。俺、だから1本持ってて、館内のライブハウスにあげちゃったじゃん。フェルナンデスのストラト。デカヘッドの。あれ、いい音したよ。なんか、ね、俺、ウェブから拾ってきたんだけど、本家本元の株式会社フェルナンデスがね、こういうコメントを出してるんですが、本年1月10日をもちまして、株式会社大阪フェルナンデスが、その事業を停止し、現在自己破産の申請中となっておりますと。で、株式会社大阪フェルナンデスは、弊社とは資本関係及び役員の業務などを一切伴わない完全な別会社となっております。従いまして、弊社も株式会社大阪フェルナンデスに関する関します 諸般の事情は承知していないものでございますことを通知させていただく。要は無関係ですよと。でも最初は一緒だったの。らしいよ。でも名前は一緒なんだよね。フェルナンデスなんだよね。大阪フェルナンデスは1977年8月に楽器販売を手掛ける株式会社フェルナンデスの大阪営業所を分離する形で設立。1977年にもすでにあったわけだ。らしいね。で、西日本における同社製品の総販売代理店として、エレキギター及び同付帯品の卸売を行っていたということらしいです。で、その、なんだ？破産申請の背景としては、若者のギター離れということらしいですよ。なんか高いギターが売れてるって言ってたよね。そうです。あ、それちょっとそはフェンれダーはとちょっとか。あおって説明しますけれども、ウェブから拾った情報によると、若年購買層の趣味の多様化、定型ミュージシャンの人気の鎮静化、他社製品との、競合などがあり、売り上げが、残減。これがね、すげえ落ち込んでるなと思ったのは、バンドブームの頃、94年の7月期の売り上げがね、14億6300万あったんだって。それがね、破産申請してる時に、2019年の段階で、2億2400万です。7分の1ですよ。あ、きついね。で、2022年の7月の利益が1億1200万。だからもう13分の1、14分の1なんだって。だけどね、こんなもんって意外と思ったのは、負債額が9500万円だった。本当。じゃあ早いうちに切ったってことだね。どうなんだろうね。らしいです。それでね、そうなんだと思ったんだけど、ちょっと俺が持った感想なんだけど、さっき見せたテレキャスね、あれ池袋の黒沢楽器で買ったんだけど、まあその頃そ、あのその時点で俺もさ、ほらギター業界厳しいんだろうなと思って、売り上げってどんな感じみたいなの聞いたら、前年比上回りました。ああ、そうなんだ。不調、まあ好調ではないにしてもね、まあ不調でもないんだなと思ったわけで、どういう人たちが買ってるのって言ったら、中高年層の購買層によるハイエンドギターらしい。だから大阪フェルナンデスみたいにね、若年層に安価なギターをこう薄利多売でやってるようなところだと厳しいのかもしれないなっていう感だじ。からやっぱフェンダーとかさ、ギブソンが、あれじゃないの？そういうさ、安いのも出してるじゃん。スクワイアとかさ、エピフォンも安く出したりとかさ。だからそこの領域っていうのはフェルナンデスとか昔でいうグレコとかあったけど、そこの領域をもう本家がさ、踏み込んできちゃったのもあるかもしれないね。かもね。まあ、とりあえず、フェンダー・ギブソン・マーチンは、とりあえず安泰ですよ。あ、安泰でもないそうでか。もなかったんだよね。ギブギブソンソン、のやばテイかっストただもんよ。ね。でも立て直ったんでしょ？
新しい社長が来てね、リーバイスにいた人がね、あ、そうだ、あんまり最近聞かないよね、どうなったかとかは。でもね、確かにフェルナンデス使ってるよ、ダチ少ないよね、っていうか心当たりないね。俺、いやだからまあ俺大学時代フェルナンデス。だから昔でしょ。そうそうそう。だから売り上げが14個あった頃の。もうだって新しいのはちょっと、あ、でも日本のミュージシャンとか使ってる人はいたんだろうけどね。昔でしょ。だから、うん、まあ昔だね。うん、うん、そうだね、うん。厳しいね。気がつけばさ、ヤマハもギター見ないよね。ベースは残ってんのかな、ネザーイーストが。ああそうだね、うん、ベース、あ、そうだね、ベース残ってるよね、うん、でもさ、なんかコロナで結構楽器売れてるみたいな話も聞くじゃない、あの家にこもってるから巣ごもり需要ってやつね、うん、でそれはまた別のマーケットなのかな、ねえ、どうなんだろうね、うん、あと中古ギターがなんか値上がってるでしょ。あ、そうなの。だってさ、クラプトモデルって言ったらさ、昔さ10万円ぐらいだったじゃん、中古が。中古、うん、今20万以上するでしょ。そうなんだ、うん、10万以上上がってる。あれはヴィンテージは、ヴィンテージまたブラッと俺のように上がってるんじゃないの。そうなんだけど、分からん、もう見ないようにしてあの爆上がりしたのはね、2000年代と 初頭。あ、初頭、うん、あそこで数倍に上がってた、倍々で。その頃に手出しちゃった。まあいいや、思い出すと悲しいからなんかね、俺の印象では高止まりしてる印象なんだよね。あ、そうなんだ、うん、いやだからあの今言った中堅クラスっていうか、だからクラフトモデルとか、ああいうのはもう本当に、うん、だからで俺のほらあのジャーニーマンレリックか、うんうん、あれもだって中古でさ元値段より上だもん。あのだからね、現行品のハイエンドギターが、うんうん、がの値段の値動きがこう高くはなってるような気がする、うん、あのフェンダーから出たさ、エリック・クラプトンモデルあるじゃん、あのなんつうの、ブラッキーの、うん、限定品のさ、なんつうのあれ、レリック、レリック、うん、ジャーニーマンレリックじゃなくて、うん、じゃなくてブラッキーのレリック、あー460本作ったやつ、それかな、うん、あれがさ、あれって多分定価120万かそこらだったの。なんかで見たら400〜500万してた。400万だよ、うん、ブラウニーがね360万で売ってた、欲しいなと思ったけど、360万が300万になりましたよバーゲンでとか言ってさバカ野郎とか欲しかったけどね。それ言ったらさ、もしかしたら俺が持ってるレスポール のビーモって上がってんのかな。上がってんじゃない、ね、そうだからヴィンテージよりもユーズドのハイエンドギターの値上がりっていうのがすごいように印象を感じるね。やっぱりハイエンドのその職人さんたちの腕がやっぱいいんでしょうね、うん、だマスタービルダーとかそういうのも上がってるんでしょ。あマスタービルダーすごいよね、うん、LR ってあのマジックで書いちゃったけどライトニー力さんライトニー力さんの LR って書いちゃったそれで100万ぐらい値が下がった。いや別にあれ手放さなきゃいいの、あれは、うん、墓場まであのなんだっけ、マスタービルダーじゃないけど、そのさっき言ってたさジャーニーマンレリックってさ、あれボディストラトでボディがアッシュなんだよね。アッシュでクラプトン自体はさレリックじゃないんだよね、あのモデル持ってたけど一回やったら70歳って使ったじゃん、うん、あれアッシュでしょ。アッシュ、うん、あれジャーニーマンレリックのレリックじゃないやつなんだよね。そうなんだ、スペック的にはね。だからまあ60何万で売ってたやつが中古で70万80万になってるっていう感じなんだよね。まあ繰り返しになっちゃったけど、あの音楽仲間にさ今奈良にいるんだけど、伊沢さんって、伊沢さんね、いるんだけど、彼がストラトフリークでさ、だからあれだもん、バディ以外は2本持ってるでしょ水玉にしてね。え、したの特殊、いや、わかんないけど1本は少なくとも自分で作ったっぽいよ、水玉貼って貼って作ったんだ確かいや、まあ彼もすごい上手だもんね。あいつはすごいね、一音一音がすっごい丁寧、知ってる知ってる。
で彼もそのだから460本限定のブラッキー持ってんだよ。あ、持ってんだ、うん、あとヴィンテージのリフィニッシュでブラッキー57連するの、あとなんだかな、あ、マスタービドワダーも持ってるよ。なんかその461本のブラッキーを学大のとある店のなんかマスターが持ってて、っていうのに行ったことあるけど、なんだろうな、ちょっと忘れちゃった、ごめんなさい。いいや。そうだからさ、話変わっちゃうけど、うん、ちょっとそれじゃうけど、功さんね、うん、彼ね、あの、あれも持ってんだよ、ギブソンでね、超レアなギターで、うん、あのエクスプローラーで、うん、コリーナ持ってんだよ。ああ、しかも削っ、これ削ってはいないはず、うん、今コリーナすごいからね。あ、そう、楽勝で、だって売り値で120万とかだったの、つい最近。探してもないからね。クラップのコリーナだよね。そうだよ、切っちゃってるけど。でも今ね、市場に出回ってるのがほとんどエクスプローラーも、フライング V もマホガニなんですよ。ああ、やっぱ音違うの。ね、巷で言われているトーンと俺が感じているトーンって全然違うんだけど、うん、功さんに弾かせてもらったのね、そのコリーナのエクスプローラー、うん、俺にはすごいクリスピーな感じに聞こえた。クリスピー感じだった。クリスピーっていい音じゃないの。うん、俺は好きな音だ、うん、好きだね。だけど巷ではもっと硬い印象の、あ、ガチッとくるような感じの、あ、なるほど、っていうようなことを読んだことがあるかな。うん、ね、まあ、我々ね、あのクラフトの初来日の時はエクスプローラーだから、うん、ダラダッテンダラダッテンビエーって泣いちゃう。でもあの頃そんな、これが何の材を使ってとかさ、何のあれとか、この音はとか、もうとにかく動いてるクラフトを見るっていうのだけでも全部ぶっ飛んでるからさ、頭が。そうそうそう、冷静になんか聞いてられない。別人のジャケットだよね、あれって。ウェイラーズのギタリストから譲り受けて、譲り受けた段階でその 切り落としたところが傷んでたから切り落としたって話。なんか焼けてきたんだっけ、なんだっけね、なんだっけね、なんか別におしゃれで切り落としたわけじゃなくて、うんうん、あの要するに損傷があったから切り落としたっていう話を。でウェイラーズってあのボブ・マーリーとウェイラーズのギター、うん、はい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 、っていうふうに俺は聞いた。なるほど、あげたのかな、ウィーラーズのギター。あ、どうだったかな、どっちだったかな、譲り受けたか譲ったかどっちかだったと思うんだけど。で、いずれにせよあれはそのワートじゃなくて傷んでたから切り落としたとで俺は聞いた。うん、で、あとアームズ、アームズ、アームズでちゃんとした形のエクスプローラー、あー、使ったか。秀樹さん持ってるね、セッション仲間のね。うん、セッション仲間、勝手にポンポン名前出しちゃうって。でね、多分アームズで使ったやつなのかな。なんか あれで出たんですよ。あ、オークションで。オークションでね。うん、その時に見たあのエクスプローラーはデックが俺日々行ってたんだよね、確か。そうだっけ。うん。まあ、ギブソンはね、折れやすいからね。すっげえ神経使う。だからね、俺もこう、なんて、会場がざわざわしてそうな場所だ、場所はストレートって言うもんね。ああ、なるほどね、うん、ストラートネックは丈夫だね、うん、なんなら折れたら取っ換えられるしね。折れないけどね。俺のファイアバードなんてさ、普通に弾いてて折れたんだぜ。あ、そうなの、うん、折れたっていうか、ひびが入ってた。へー、怖っ。あれ、密かに売ろうと思ってたのに、デイブ・メイソンバンド作っちゃったら売れなくなっちゃった。でもさ、デイブ・メイソンはワンピックアップじゃないでしょ。いや、それがね、写真で2ピックアップのやつも、あ、ワンピックアップのやつも写真であった。そうなんだ。うん、ワンピックアップ持ってた。じゃあ手放せないな。リキさんは、アナザーサイド。アナザーサイド。アナザーサイドっていうデイブ・メイソンのトリビュートバンドを組んでいて、これがいいんですよ。
ね、なんか前言ってたよね。大変なんだよ、だけど数えなきゃいけなかった、当たり前だろ。なんかね、みんなね、練習した成果を出してるってんじゃなくて、身についてるものっていうか染み込んでるものを出してる感じがする。うん、どの辺のデイブ・メイソンやってるんですか？やっぱジョンネンから。あー、あのライブね。ジョンネンのライブと1曲だけ Will You Love Me Tomorrow をやってるけど、全部ジョンネン、それ以外は。グルーヴはすごい、いい。あのバンドだってすごい。いいよね。うん、ベースがね、うん、またね。だからね、自覚ないだろうけど、みんな生き生きとしてるよ。あ、そう。うん、俺なんか苦しみながらやってるんだけど。いや、そんなことない。そんな風に見えないよ。ほんと楽しそうにやってるよ。クラプトンやってるよりいいじゃねえかって言われるんだよね。この間ね、ブルースバンドデビューさせたんだよ。うん。そしたらやっぱりね、クラプトンやってるよりいいじゃねえかって。そしたら俺にクラプトンやらせたくねえのかみんな。で、その時はね、あのね、クラプトンの曲ってやっぱ重たいから、ずっと頭からケツまでクラプトンの曲を聴くとやっぱりしんどいから、ブルースでちょっとこういろいろやってる方がね、聴いてる方が楽だって言ってた。やってて一番楽しいのって、まあもうあのヒズバンドとクマトンじゃないの、うん、やっぱクラプトン。そりゃそうだよね。ヒズバンドはだから全部鍛えてもらったからギターいっぱい弾くようになったし、まあクマトンも鍛えてもらって弾かなかったんだって。こっちにギターがいて、そっちがリードギター弾いて、うんうん、もうインチキギター弾いてるだけだったからもともと随分弾かさせてもらえるようになったからね。まだまだあの伸びしろがあるんで楽しみですよ。素晴らしいことですよ、伸びしろがあるなんていいよね。でもあのほら、ある程度のこう年齢いってから、そういう楽しい趣味もあり、友達もいて、うん、で仕事辞めてもみんな周りにね、友達とか趣味の友達がいる。なかなかさ、そういう趣味を持つ人っていないじゃない。だから良かったのはさ、あんまり歌もギターも大して上手くなかったんで、そんなね態度にならなかったこと。で、上手いっても自覚した瞬間にさ、ちょっと偉そうになるじゃない。そこがいつまでたっても俺は下手だっていう意識あるから、でかい態度取らないんで俺。アマチュアの世界でもさ、上には上がいるからね。うん。でも、とはいえさ、いくら上手くてもそんなに態度取るやつってやっぱちょっと嫌われるじゃない。微妙にさ。うん、やっぱり年取って偉そうにしないと一番大事なことだね。うん、いや本当ね、アマチュアは侮れませんよ。いや、それはそうだと思うよ。うん、やっぱりだって逆にさ、プロだとやらなきゃいけない、これをやんなきゃいけないとか、あんまり好きじゃないけどとかあるけど、アマチュアだったらさ、好きなことだけやってればいいわけだから、やっぱり一番それが上手に上達する秘訣でもあると思うし、だすごい楽しいよね。ね。で、一方でプロの演奏を、あ、去年だから佐野元春見たかな、それからこの間コキーズ見たじゃない。そうすると、あ、やっぱり違うよねと、すごいよねと、そういうのを見て、やっぱりまだまだたまにずっとアマチュアばっかり見て、それはそれで楽しいんだけど、プロを見ると全然違う、すごい勉強になるっていうのはまたあるのよ。洗い流されるのよ、そこで両方あるね。ちょっとまあ危ない発言なのかよ、ね、何よいやいや、プロになるとさ、やっぱりね、ごめんね、うん、プロになる以上ね、やっぱ素質が違うわ。まあもちろん それは、うん、大事だし、でもその仕事になっちゃうと、よくさ、好きなこと仕事にしない方がいいっていうじゃない。まあ両方あるよね。好きなことを仕事にした方が伸びるって話と、うんうん、しちゃうとなんか楽しみが消えちゃうっていうのとね、両方あるよね。まあ物事はまあこっちも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 あるからね。そうだね、うん、まあだからそのプロの演奏の中でもこう手慣れちゃって適当感が出るってやつがないことも多分ないだろうから、そういうのがあった時はあんまりよろしくないのかもしれないけどね。わかりませんけど。だってあのエリック・クラプトンでさえさ、フロム・ザ・クレードルでやっとやりたいことができた、うん、
あそこでやっとだよ。やっぱプロになるっていうのは大変だと思うよ。でなんか自分が作ったものをさ、ダメ出しされてもっとこういうのをやれとか言われるわけじゃない。あ、そんな、あの頃つらかったろうね。ターンアップダウンとかさ、やっぱり本当、ね、あの時やっとなんかできるようになった。え、今でやっとなんですかみたいな、今まではみたいなさ。15ぐらい、15、6でデビューして、50いくつ35年ぐらいかかってると思うんですよ。